おはようございます、まこっちゃんです。さあ皆さん、今回も始まりましたアフロまこっちゃんの手遊びアレンジフェスティバル、イエーイ。さあ今回も一緒に遊んでいこう。さあ今回皆さんにご紹介する手遊びはこちら。頭の上でポン、ほっぺの横でポン、おへその前でポン、お尻の後ろでポン、パン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 、イエーイ。頭の上でポンの手遊びです。この手遊びも乳児のお子さんたち、幼児のお子さんたち、みんなが大好きな手遊びの一つですよね。さあこの手遊びにアフロまこっちゃんがアレンジを加えたらこうなりました。アレンジフェスティバル。頭の上でポン、ほっぺの横でポン、おへその前でポン、お尻の後ろでポン、パン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 、イエーイ。ご覧いただけたでしょうか。頭の上でポンの手遊びはポンの後に一拍拍が残っています。この拍に合わせていろんな動作を加えていく、これが一つのアレンジのポイントなんですね。頭の上でポン、この後にピョン、一拍飛びました。これはジャンプをしても構いませんし、何かポーズを決めても構いませんし、動きをつけてもより一層面白くなると思います。肩の横でポン、ピョン、こんな感じですね。動きの後に違う動作を加える。こうすることで運動遊びにもつながりますし、また違う体を動かす体操遊びにつなげることもできます。こんなアレンジもおすすめです。もう一つ、とってもおすすめなのが、遊びの中でいろんな動物や物に変身しながらこの手遊びを遊ぶということなんですね。やってみよう。こんなところに魔法の粉があるよ。よーし、じゃあかけてあげるね。パラ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 、これでもうみんなね、いろんな動物に大変身しちゃうんだよ。じゃあ最初は牛さんになって遊んでみようか。いくよ、もう、てんてんてん、頭の上でもう、ほっぺの横でもう、おへその前でもう、お尻の後ろでもう、もう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 、イエーイ。こんな感じで、まあ猿でも鳥でも犬でもどんな動物でも構いません。その鳴き声を表現しながら手遊びを遊ぶ、これがめちゃめちゃ面白いです。怪獣になってももちろん楽しいでしょうし、いろんな動物の動きをつけながら頭の上でニャー、こんな風に動いてもいいでしょうね。ほっぺの横でウォン、いろんな動き、いろんなアレンジを加えながら楽しめる遊びだと思います。また全国つつ裏裏、さまざまなアレンジを加えられて遊んでいるのがこの手遊びの特徴です。ポンの時にグーでトントン、頭の上でトポン、ほっぺの横でチョン、指先や手をいろいろ変化させながら鳴らす音を変える、これもこの手遊びのアレンジのとっても面白いポイントですよね。手指を変え、鳴らす音を変え、リズムを変え、頭の上でポン、肩の横でポン、鳴らす数を変え、また演じる子供たちが何かに変身して遊ぶ、こんな様々なアレンジを加えられるこの手遊び、めちゃめちゃおすすめです。これまで遊んできた遊びのエッセンスにまた新しいエッセンスを加えながら、ぜひ明日からの保育でも遊んでみてください。それではまた明日、アフロまこっちゃんの手遊びアレンジフェスティバルでお会いしましょう。明日もまた遊んでいこう。